アジア拠点です。よろしくお願いします。ナイスナイス。大きく行こう。はい、最後はい。よし、はい、前、後ろ、右前、左。タッチした、グッと行く。でも、ストップ。はい。ストップ。はい。そう。はい。
ボール見てよ、ちょっとボール見てよ、クロスつなぎていくよ、はい。Vamos, vamos, vamos!
仙台のスタメンです。前節ホーム群馬戦からスタメン4人入れ替えています。ショートを使う中、和田かわすシュート、ヘディングでクリアしました。最後は中山のヘディングでした。左で幅を取りました石原です。フォギーニョ、ダイレクトで前、いいと思いますよ。ここに遠藤かわしきれず、木田がボールを抑えます。木田仕掛ける力はあります、うん、下げてフォギーニョ、トラップして前へ出シュート、弾いている、切り返して、うっと遠藤はシュートに行かないか、その前に笛が鳴っています。粘りました石原貴之、ワンタッチで前、うん、くさびを受けて右、遠藤追い越して増え、中央ファーサイドニアに寄ってきた中山、中山のヘッドスラッシュ、枠には飛びませんでしたが、遠藤から可能性のあるパス、それに反応した中山。まあ再三申し上げた通りね、岩手は攻めた時のカウンターのリスク管理ですよね、はい。まあ、あとは遠藤選手のこのゴールに向かうパス、岩手はゴールキックになると繋がせないような守備陣形を取ります。さあそして遠藤、ボールを渡る、裏から富樫、前につけて中山、落としてフォギーニョ、シュート、遠藤決まった。今シーズンホーム初ゴールは遠藤の左足、今シーズン2点目がホーム先制ゴールになりました。左足一閃、ホーム初ゴールを決めました。まあ、今仙台ねゴールキックからでしたけども、まあ、うまく抜けて左の作りから右サイドに持っていったところ、そして遠藤選手が斜めのくさびを入れたところでボランチのフォギーノも絡むと、岩手の守備としては絞り抜き方ですし、まあ、やはりここの技術ですよね。流れたボール、和田シュート、杉本ここは防ぎました。遠藤が村のスペースを見ている、ここに通った、後ろから石原貴之ボールを持ちます。グランダー中山、中山、中山シュートした、右足、2点目中山、ホームで挨拶代わりの一発を決めました。追加点仙台。ここ外から中のくさび、まあ、そこに2人の選手がフリーランすることによってスペースを生んで、まあ、左利きの中山選手がこの右足の振り、まあ、ここも周りをうまく使う振りをしながら自分で持ってたと、その意思と、まあ、逆サイドへの流し込むその精度、非常にいいゴールでしたね。まあ、今そうですね、岩手が4枚交代しましたから、まあ交代を使いながら流れを変えていくっていうところは少し手を打った感がありますから、まあ、あとは中ですね、中でのやり方っていうところを調整したいですね。さあ木田が仕掛ける、裏もらって中山、技ありシュート、
2点目、2点目、今シーズン得点力を期待されて加入した中山がホームで2ゴールを挙げました。3対0となりました。仙台です。ここで追加の時間4分迎えて、ここで長い笛が吹かれました。三つの Thank you.